日の勝利、連勝、連勝、連勝。私はゴールデンウィーク中にタッグであっても、自力勝利を挙げるということを目標にしてきたんですけども、本日達成することができました。でもこの達成したことをに満足せずに、もっともっと上を目指していきたいと思います。はい、今日は相手に去年のシンデレラトーナメントの覇者、上谷沙耶が来ました。はい、まあ、明日福岡国際センターで白いベルト、上谷沙耶なのか前からのか、まあ、どちら勝つのかわからないんですけど、自分は今年のシンデレラトーナメント覇者として明日の戦い、とても魂込めて楽しみにしてます。明日ドンナベルモンドと試合、ジュリア、コナミ言ってますが、コナミはごっつらいの一員、ドンナベルモンドになんか渡さない、絶対渡しません。そして4月25日姫からまた対戦楽しみにしてジュリア、フラッグ返さねえからな。以上、オールスターカードゲームリバース、スターダムの戦いの女神たちがカードゲームに降臨、リバーススターダム発売中。ブシロード究極のプロレスラー育成ゲームがスマホで登場、新日本プロレスストロングスピリッツ。育成方針は無限大、己の力で最強のレスラーを鍛え上げろ。戦う相手は世界中のプレイヤー、スリリングな攻防を制し頂点を目指せ。新日 SS で検索。武士も少女歌劇レビュースターライトリライブ、全国のプレイヤーとリアルタイムバトルで共演、1対1の対戦や協力プレイが楽しめる新機能劇団登場、仲間たちと最高の劇団を作ろう。メインストーリー新章開幕、24人の舞台少女たちが新たなレビューに挑む。歌って踊ってトップスターを目指せ。スタリラで検索。ブシも月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。